強力で有名だしな。おお。あれ、日向どこ行った？中学の試合で影山の隣にいたやつ。偉そうなんてもんじゃねえんだよ。ほらね。すげえ嫌われよ。お前実際の試合で影山のトス打ったことないんだろう。自分の思い通りに動く駒なんだよ。自分が勝つためにいらないものはボイか。期待してる。さっきのチビミドルブロッカーかよ。しっかりするのを頑張ります。あ、いや、決まった。よし、確実に1点ずつ返していこう。影山、あいつの呼吸止まってねえか。やばい、手にちゃんと当たってろ。ナイスコートオブ。シュート。一体何にビビってそんなに緊張してんの？特に思い当たりません。あのラッキョヘッドビビらせやがって。ちゃんとやらないと交代させられるから。交代させられた時のことはな。下手くそ上等。迷惑かけろ。でも田中がいて助かった。あ、僕にも後で教えてね。クリミ、クイック。王様が怒り出すよ。おらい、おらい。よっしゃ、おー、チームっぽい。1セット目と様子違いますね。なんだそれ。試合で見てみろって言ったろ。そういうもん、そういうもんだ。乙女にもブロックが分散させられてんのが分かるよ。全部自分でちゃんとやんなきゃって思ってて。信じて飛ぶことがとんでもない武器なんだけどな。全くボールを見てないように見える。影山が他人に合わせてる。ボールはここに上がってくると。でも影山がうちに来たからといって月島、ここに来ればいいなって思ったところに。田中ライスター、ナイスター。ひなたくんが全員にいるときは、君はブロックも得意なんだ。よし、影山やめろ。影山と5番のコンビは脅威だが、変幻自在の攻撃。このまま最終セット取るぞ。戻ったのか、おいか。こっちは正セッターじゃないなんて。あれが正常の首相だ。月島以上かも。それはひどいな。やっほー、トビオちゃん久しぶり。サーブとブロックはあの人を見て覚えました。いつもより念入りにだぞ。はーい。シャー、出た、大王様。やめろ。5番の君、うっ、おっ、あと1点で同点だね。ネットのこっち側にいる全員。よし来い。威力はさっきより弱いです。このチビ、なんで。よっしゃー、お願いします。何かすごいことが起こってるんだってことは分かったよ。一人と一人が出会うことで、しかしたら東の小さな島国を信じないよりはずっといい。おはようございます。ああ、うん、俺たちはもうあいつには限界なんです。謝ったりすんなよ。最高にぶっ倒したい相手だ。罪なる男。一人で戦ってるみたいな言い方してたくせに。ありがとうございました。おー、さすがキャプテン。そんな邪険にしないでよ。まだセットアップは見せてなかったし、君らの攻撃は確かにすごかったけど、ちゃんと生き残ってよ。レシーブは一朝一夕で上達するもんじゃないよ。どうするのか楽しみにしてるね。お、何がですか。影山、なんかすごくなってたな。お前でもかなわないのかよ。トスはだからこそレシーブを崩すんでしょ。ドンマイって言いたい、言いたい。さあ、おい、今日向と影山が機能してるおかげで指揮取れるかどうか。なるほど。まだ了解は出てないけど。あ、いいんだ、それはいいんだ。さっきサッカー部が勝ってたのが最後に引かれきれば太陽が輝こうが、しはしている詩ができれば太陽が輝こうが、しはしているあなた、あなたが続けLuta sukyo hitsuto
うだけですしか知らなかったことの一半と。この人もしかして159だ。おお、野谷さん、お前どこ中だ。サーブすげー。相変わらずうるさい。いや、俺がカラスノに来たのは男子が学ランだからだ。クロトな、あなたに会いに来ました。で、朝日さんは戻ってますか。おい、こら、野谷。空はスパイカーたちの領域で。なんで俺がリベロだって思う。ちっちゃいからか。別にバレーボールで一番大事なとこなのに。練習の後で合図を怒ってやる。本能で動く系のやつは何言ってんのかさっぱりわからん。リベロって確か特殊なポジションだよね。あの小さい体で存在感がすごく大きい。あの西野谷先輩、うん、エースになりたいんです。あ、けどやっぱ憧れといえばエースか。どんなすげえスパイクよりこの身長だからリベロやってるわけじゃねえ。そんでそれが一番できるのは。エース志望、お前の特技は。なんでそんな自信なさげに言うんだ。はい。弱気やめろよ。どうか彼らに指導お願いします。何回言われてもコーチなんかやんねえよ。何より名将鵜飼の名前だな。お願いします。鵜飼くん。断る。あの子らの試合を見てもらえたら。おお、菅、話すの久しぶりだな。お前がトスを呼ぶだけでみんな心強く思ってるよ。もうお前にばっかり負担がかかったりしないんだ。悪い、菅。お前ら何してんの。まあ、きっと何かが変わる。この人がカラスノのエース。そうか。アズマネ、先生待ってるってば。バレーを嫌いになっちゃったかもしれないのが問題なんだ。難しいボールでも決めてくれた。朝日のスパイクは徹底的にブロックに止められてさ。それで嫌いになっちゃうもんなのかな。なんだまとめて説教してやる。ゴールデンウィーク合宿。合宿。東京の古豪猫間高校。猫対カラス、ゴミ捨て場の決戦。猫間っていう公敵士の存在を聞いて。へっしゃっ。 うるせえ、突きしまってめ。ほら大地さん、俺もここで練習したい。今まで一緒に戦ってきたのに。ん、人一倍責任を感じる性格だって言ってたけど。面白いなお前ら。必ずシャットアウトされるか。技術もないからブロックに捕まってばっかで。ちょっとわかる。それもよく知ってる。だからみんな朝日さんをエースって呼ぶんだ。一人で勝てないの当たり前です。よく知ってる。あの猫間と試合。まあ俺たちからすれば猫間のことってちょっとテンション上がるよな。もう少し言葉をオブラートに包めよ。なんかいろいろ気まずいとか気づらいとか。エースに夢抱いてるやつもいるんだからな。帰らず。またコーチの話かよ。はい。コーチなんてやったらムズムズしそうで嫌だ。俺があそこに戻ることは絶対にできない。猫間高校が来るとしても。それを聞いて練習試合をお願いしてみたんです。今コーチをされてるそうですよ。すいません、すいません。はい。あーちゃん、背番頼む。なあ、野谷さん。あ、お前らももっと安心してスパイク打てるだろ。お疲れ様。集合。猫間との試合までだからな。ですか。母方の実家の店なんだよ。行きます。よし。こっちのリベロ仕事で来られないんだよ。なんだ、遅刻か。舐めてんのか。ポジションどこだ。俺やりてえけど外から見てなきゃだしな。菅原さんが引いて俺が繰り上げ見た。どっかでホッとしてた気がする。スパイカーが何度もブロックに捕まるのが怖くて。俺にトス上げさせてくれ朝日。ナイスレシーブ頼むよ。当然っす。菅さん、ナイストス。ああ、またエースに頼りきりの試合になっちゃうからな。ちょっと見ないうちに頼もしくなった。今はこいつのトスがあるから。
またブロックに。津倉ライト大地、スパイクが決まんなきゃ意味ないんだよ。朝日、次は決まるかもしれないじゃねえか。守備の要でチームの要だ。攻めるつもりなんかみじんもねえ。何言ってんだ、そんなこと少しも思ってねえ。ほら誰だ、大声出してるのは。もう一回打ちたいと思うよ。平田ナイスター。止めんぞ。命令しないでくれ。お、上がった。俺が繋いでみせるから。レフトからのオープンが一番確実。でもラストボールを託されるのがエース。スパイクが打てるのはあんたが勝手に諦めんだよ。だからみんな朝日さんをエースって呼ぶんだ。トスを呼んでる。当然だ、絵なんか抜いたら何の意味もねえよ。